for me. Easy tiger, easy, let your hair down. Come closer, let me see all your million faces and all your million mistakes. You don't need to hide. Come closer so that we can be準レギュラーの太陽さんやば、え、1、2、4、3代目でしょ。そうです、全部ワコンで3代目です。220、280、320、制覇しました。やば狂ってるね。あれだ、意外と時間が遅いからあれだ、荷物詰め替えて早く行っちゃおうか。そうだよね、翔ちゃんがね、え、行くぞ逆にむしろ虫も喜んでる。ああ、よいしょ、暑いね、今日暑いよね。暑い、一週間ぶり、久しぶり。本当だね、うん。で今から亀山ってなかなかハードだよね。ハードゲーだね。ハードゲーだね。車が変わりましたね。変わりましたね。とうとう変わったけどさ、サーブ900の T シャツやね。サーブ900ほんまや、家出る直前でこれに着替えてきた。まあ、ただ今回はあれですね、2人とも変わりましたね。そうだねやばいよね。しかもさ、両方ともさ、これにするって言ってるやつとは違うやつに変えた。違うのね、そうしてるっていうね。いや、サーブ欲しかったんだけどな。ここ通ったの初めてかもしれない、この新東名伊勢原大山。うん、これどこで降りろってなってんだろう。出口かな、ナビ的に。まだか、10キロ先かな。東名下りが、あのね、御殿場まで120分とかなんか、えげつ、13キロ120分っていうえげつない渋滞だったんで、246に降りて移動中です。あそこで2時間ってやばいよね。あそこで2時間はやばい。高速の2時間ってつまんないんだよね。うん、そう景色がないから、ね、そう、同じ2時間だったらさ、かかるって言われてもさ、下道降りたいよね。ようやく東名に戻ってきましたよ。綺麗な秋の夕焼けとともに、カルマン君は元気に走ってます。うん、と今のところねいややっぱりゲルマン民族だから大丈夫。いや、そう、でもさ、平和だねって言ってるとさ、なんか怒るんだよね。なんかさ、そういうさ、めっちゃキャーって叫んで、本当だよ。前まで市川でね、なんか静岡県っていうかさ、今静岡県入ったばっかりだけどさ、今日さ、泊まるのさ、三重県の山奥だよねめちゃめちゃまだまだ遠いから。こっから三重に行くのか。そう、亀山だからね、今日名古屋越えないといけないからさ、もうまだまだだよちなみに今時刻はもう見えないな。見えない。5時50分。ああ、暗いね。真っ暗ですね。ただこの車のライトは明るい。明るい。そこからどんどん行きますよ。ランドスケープなんていうの、こういう300インチがなんていうの、こういうの。山際のライン。そう、山際かな、多分。山際、あのようようなんちゃらなりゆく山際っていうのが、あった、桜の創始だっけ。はいはいはい、忘れちゃった、よくわかんない。こう映したかったんで、
ユイパーキングまで来ました。ああ。タイヤいい感じだな、やっぱり。よいしょ。19時少し過ぎちゃうって。じゃあよかったね。うん。顔も死にそうになってるんだよね。まだ半分も来てないんだけどね。あんたさえごめんね。なんか顔死にそうだけど大丈夫。大丈夫。もう疲れ切ってんじゃない。寝てた。あ、そう、寝てたの。元気になった。元気になった。てかもう食べると、ありがとう。マジで開ける？え、マジで？え、今さ、手触りでさ、何それ？え、マジで？マジで。え、あったの？そんなん。これブリキのやつ？そう、今日偶然そう。すげえ。え、めっちゃ嬉しいんだけど。ねえ、俺これ持ってた子供で。嘘。面識合ってるか全く分からなかったけど。え、エンジのやつ。え、ぴったり。あ、これ後ろに飾る、あの、そこを。どっからの？え、めっちゃ嬉しいんだけど。これ今日中地とね、あれ、あの、昼間一緒にいた。的に水平対抗か V 型だよね。すごいお酒のトークだ。
案内通り工事渋滞中です。いやー嫌になっちゃうね、この時間に渋滞なんて。1台だけ駐車場があったんですけど、ちょっと翔ちゃんたちが止めらんなくて探し中です。ちゃんと走ってくれましたね。めでたくめでたく。カードが残っています。よし、じゃあ荷物をまとめてね、早く明日に備えて寝たいと思います。一泊6500円にしてはまあいいんじゃないですかね。4時間しかちょっと今から寝られないんで、さっさと寝たいんですけど、運転後って、ね、ちょっとアドレナリンが出てるのかわかんないんですけど、あんま寝られないんですよね。まあ寝たいと思います。おはようございます。今の時間が5時44分。眠いっす。もう出ないといけないんですけどね。結構眺めいいですね。すごい。もうライダーの人が出ようとしてる。あのライダーさん、多分夫婦で乗ってる。あんなでっかいバイクをね、2人で。ちょいっすね。なんか大体みんな同じですね。結構みんな朝早くから出るような人たち多くて、あのバイクの人とかも大体同じような感じでしょうね。なあ、とりあえず眠いな。
てあるお店があった気がするんだよね。そうなの。うん。駐車場かな。わかんない。通り過ぎちゃったかもしれない。でもなんかね、お店の建物の中にあるからね、中覗かないとね、わかんない。